今回決めるのは君の処遇をどちらの兵団に委ねるかだ。憲兵団か調査兵団か。まず憲兵団の案を聞かせてくれ。はい。我々はエレンの人体を徹底的に調べ上げた後、速やかに処分すべきと考えております。彼の巨人の力が今回の襲撃を退けたことは事実です。なのでせめて我々人類の英霊になっていただきます。そんな必要はない。今すぐに殺すべきだ。奴は神の英知である壁を欺き侵入した害虫だ。ニック司祭殿、静粛に。次は調査兵団の案を伺おう。我々調査兵団はエレンを正式な団員として迎え入れ、巨人の力でウォールマリアを奪還します。以上です。ん？もういいのか？はい、彼の力を借りればウォールマリアを奪還できます。何を優先すべきかは明確だと思われます。だが今回の奪還作戦の報告書にこう書いてある。巨人化の直後、ミカサ訓練兵へ拳を振り抜いたと。彼は巨人の力を制御できていません。人類の命運、人材、資金を託すべきか疑問があります。あなた方は巨人を見たこともないくせに何をそんなに怖がっているんですか。まずいか。いや、言ってやる。思っていること全部。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか。生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ。構えろ。これは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし、こいつは巨人化した時力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。ソト、ご提案があります。なんだ。エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこでエレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのかリヴァイ。殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。調査兵団に迎え入れられたエレンは特別作戦班、通称リヴァイ班に加えられた。調子に乗るなよ新兵。巨人だかなんだか知らんが、お前のようなガキに兵長がつきっきりになるのか。オールオ、変な喋り方してるから舌を噛むんだよ。まさかリヴァイ兵長の真似してるつもりじゃないよね。
これからよろしくな、エレン。しかし、未だに信じられないな。巨人になれるなんて。リヴァイ班の4人、兵長が選んだ調査兵団切っての精鋭。俺が暴走したら、この人たちに殺されることになる。いやー、リヴァイ班の皆さん、調子はどう？私は今、捕らえた2体の巨人の生態調査を担当してるんだ。次の実験にはエレンも協力してくれるよね？すみません、俺の一存では何も決められないんです。ところで、あの巨人の実験とはどういうものですか？やっぱり聞きたそうな顔してると思った。聞かせてあげないとね。今回捕まえたあの子たちは。大変です、ハンジ分隊長。被験隊が、捕まえた巨人が2体とも殺されました。なんだって？ねえよ、そんなこと。それより被験隊の巨人が死んだけ、そっちで何か聞いてないか？見張りの兵士が犯人が逃げていくところを見ているんだ。正体は不明だけど、立体軌道で去っていったらしい。僕たちも無断で立体軌道装置を使ってないか調べられたけど、結局誰の装置にも使用した形跡はなかったって。エレン！お前らここにいるってことは調査兵になったのか？じゃあ憲兵団に行ったのはジャンと兄とマルコか？兄は憲兵団だ。マルコは？マルコは死んだ。ジャン、まさかお前まで？今なんて言った？マルコが死んだって言ったのか？誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。どんな最後だったかもわかんねえよ。エレン、お前巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を掌握する術を持ち合わせてねえと。ああ、そうだ。俺たちと人類の命がこれにかかってる。このために俺たちはマルコのように人知れず死ぬんだろうな。なあエレン、俺たちはお前に見返りを求めてる。きっちり寝踏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかもな。だからエレン、お前本当に頼むぞ。はあ。いよいよだ。これより人類はまた一歩前進する。お前たちの成果を見せてくれ。開門。第57回壁外調査を開始する。進め。を確認。この通りは避けるか。この通りは旧市街地の出口への最短ルート。本体との接触前に奴らを倒す。カッサバイテ。これで本体が通れる。大通りでさらに多数の15メートル級を確認。何、この数は避けるべきか。出口はやった。地下は地下やってみる。邪魔しないで。
まずは旧市街地を抜ける。総員進め。カッサバイト次。本体が通り抜けられる。ありがとうミカサ。私も一緒に行っていい？ミカサ、かっこいい。救援要請。邪魔しないで。道に積もった瓦礫を砲台で片付けたいんだが、どうにも巨人が邪魔でよう。それなら先に巨人を排除したから砲台を使うしかないでしょう。感謝する。どうもお世話様です。
本体の到着前に瓦礫を壊せなかった。別のルートを行ってもらうしかない。骨折り損だったな。あっちは苦戦してるのかよ。蹴散らして。俺も手を貸そう。ありがとう。嬉しい。よくやった、ハッカーマン。このまま連携して作戦を続けるぞ。これで無事に旧市街地を出られる。ここからが壁外遠征の本番。あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の小距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、前方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機甲種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。小距離索敵陣形展開。じゃあな、アルミ。巨人と出くわしてもちびんなよ。うん、二人もね。右翼の陣形が乱れている。索敵の取りこぼしか。右翼へ向かうぞ。はっ、講師もいるんだ。手を貸してくれ。食い止めない。状況を崩される。頼んだよ。人を押してこない。飛行士だ。俺が注意を引く。その間に仕留めろ。先輩たちが引き止めてる間に仕留めないと。やってやる。
了解だ。やっ、頼んだよ。僕だってやってやる。頼んだよ。了解だ。役に立てた。行くな。頼んだよ。了解だ。やったか。だがまだ嫌がる。今日はついてねえ。行くな。頼んだよ。了解だ。頼んだよ。行くな。怖くなんかないぞ。頼んだよ。了解だ。僕だってやってやる。頼んだよ。怖くなんかないぞ。僕だってやってやる。やっやったぞ。行くよ。頼んだよ。頼んだよ。無事だな、アルレルト。隊列に戻るぞ。了解です。頼んだ。なんだあれ、早すぎる。殺さないのか。顔を確認した。アルミン、おい、立てるか。とにかく馬に乗れ。奴、うん、は貴公子か。違う、あいつは巨人の体をまとった人間だ。俺は本体へ伝令に向かう。
巨人の集団に襲われて壊滅した。奴が今司令班に到達したら終わりだ。まさかあいつが巨人を率いてきたのか。負けるもんか。頼んだよ。あ、任せた。前通り。このまま奴の注意を引く。じゃだけはしてくれんだ。口頭伝達で頼んだよ。強く索敵壊滅的だけし。分かった、増援を出す。陣形を崩されるな。苦戦してんのか。まずい。頼んだよ。負けるもんか。頼んだよ。女型の巨人により右翼側が壊滅した調査兵団だったが、撤退はせずそのまま巨大樹の森へと侵入した。兵長、ここ森ですよ。こんな場所じゃ巨人の接近に気づけません。分かりきったことをピーピーわめくな。もうそんなことできるわけねえだろ。お前ら剣を抜け。それが姿を現すとしたら一瞬だ。背後より増援。走れ。俺たちはこのまま馬で駆ける。遅い。さっさと決めろ。進みます。目標加速します。走れ。このまま逃げ切る。兵長、進め。俺とは一旦別行動だ。適切な距離であの巨人からエレンを隠せ。いいな。まさかあの巨人を生け捕りに。どうだエレン、あの巨人を捕らえたんだぞ。これが調査兵団の力だ。なめてんじゃねえぞバーカ。わかったか。はい。女型の巨人の動きは止まったようだな。まだ油断はできない。しかしよくこのポイントまで誘導してくれた。後列の班が命を落として戦ってくれたおかげで時間を稼げた。あれがなければ不可能だった。そうか。そうだ、彼らのおかげでこいつの同じの中にいるやつと会える。中で小便漏らしてねえといいんだが。今は前を向いて進め。兵長、立体軌道に移りましょう。兵長、指示を。やりましょう。あいつは危険です。俺たちがやるべきです。どうして何人も
こずってる暇はないんだ。行く。お前らの仕事は何とかしやがって、その時々の感情に身を任せるだけか。そうじゃなかったはずだ。この班の使命、そこのクソガキに傷一つつけないよう尽くすことだ。おとなしくしてる。命の限り。了解です、兵長。この班の任務は俺の敵じゃ。俺の敵じゃない。行く。早い、奴が接近してきます。エレンを失ったら終わりだ。これ以上近づかれるな。おとなしくしてろ。感謝します。後ろは任せてください。止めて相手し手は失礼。了解しました。行く。やだ、殺されてるじゃない。まとめて相手し。
あの長官、ふざけた命令しやがって。当初の兵站拠点作りの作戦を放棄して森に入る巨人を食い止めろだと。目的も何も分かりやしねえ。ジャン、それじゃあどうするの。どうするって、そりゃ命令に従う。巨人を森に入れない。お前もそうするべきだと思うんだろ、アルミ。何やら分け知り顔だが。そもそも作戦の本当の目的が何であれ、団長はもっと多くの兵に作戦を教えておくべきだったんじゃねえのか。こんなやり方、余計な死人を増やすだけだろうか。いや、団長は間違ってないよ。非常かもしれないけど、僕はそれでいいと思う。じゃん、僕は大して長くも生きてないけど、確信してることがあるんだ。何かを変えることのできる人間がいるとすれば、その人はきっと大事なものを捨てることができる人だ。化け物をもしのぐ必要に迫られたのなら、人間性をも捨て去ることができる人のことだ。何も捨てることができない人には何も変えることはできないだろう。前方より巨人接近。行くぞアルミン。巨人接近。ここで食い止める。各員戦闘開始。森の入り口の守備は防衛班が担当する。各班は防衛班に近づく巨人を排除せよ。やったぞ。巨人を森の中に入れなきゃいいんだ。防衛班がやられて巨人が森へ入ったら僕らに負けだ。死守しないと。頼んだよ。分かったぜ。僕に倒せだ。僕だってやってる。救援要請だ。負けるもんか。一度クリスタのファンが苦戦してるみたいだ。分かったぜ。どうしよう。こんな場所じゃ立体起動装置が活かせる。長官、今のことだ。落とせたぞ。行くな。頼んだよ。僕だってやってやる。ね、負けるもんか。頼んだよ。
分かったぞ。怖くなんかないぞ。頼んだよ。すごい巨人め。誰か手を貸せ。今助けるから。助けに行かなきゃ。頼んだよ。私は分かったぞ。ここにもいるはんか。向こうにも配送があったはずだ。確保すれば有利になる。やっ、僕には倒せた。よかった、僕たちだったんだ。新兵、お前は突入班の援護へ行け。ここは俺たちに任せろ。はい。おいクリスタ、お前についていくよ。負けてたまるか。シンペ、無茶するなよ。あっちは苦戦してるみたい。できんな。すまねえな。頼んだよ。ここは俺たちの班が守っておく。ああ、頼んだよ。僕にも倒せた。どうだってやってやる。分かったぜ。男だぞ。救援要請だ。負けたもんか。頼んだよ。怖くなんかないぞ。くそ、鬱陶しい巨人が。誰か援護頼む。ああ、任せてくれ。ライナー、ここは私たちに任せて、血印が出た班の援護に回って。了解です。クリスタ、俺もお前らに同行するぞ。補給班、巨人と交戦中。物資の運搬中に襲われるなんて。まずい、援護してくれ。ベルトルト、今助けるよ。やっかりなら負けるもんか。急がないと。頼んだよ。助かったよ、これで任務を果たせる。足止めされている。誰か援護。ミカサのいる班か。彼らに合流できれば。巨人を乗せたぞ。邪魔させない。ミカサ、援護するよ。僕だってやってやる。行くよ。ありがとう。私は入り口の守りを固める。ああ、頼んだ。補給物資配置完了。索敵艦が突破されたようだ。巨人が来るぞ。巨人を一匹も森へ入れるな。死守せよ。怖くなんかないぞ。できた。頼んだよ。分かったぞ。負けるもんか。飛行士だ。俺たちを無視して森へ向かっていく。まずい、止めなきゃ。かかってこい、アホ。頼んだよ。
巨人め仕上がれ。怖くなんかないぞ。頼んだよ。分かったぜ。頼んだよ。分かった。頼んだよ。行くよ。頼んだよ。分かったぜ。負けるもんか。そうな巨人が出てきたぞ。奴を森に入れちゃダメだ。止めないと。ライナー大丈夫？無事だったの？行くよ。平気だ。怖くなんかないぞ。頼んだよ。分かったぜ。やめて。僕だってやってやる。僕だってやってやる。負けるもんか。お頼んだよ。怖くなんかないぞ。やっ頼んだよ。行くよ。頼んだよ。頼んだよ。分かった。てめえ、びっくりしたじゃねえか。エルヴィン、仁王ぞ。方角は全方位から多数、同時に。なんだこいつら、一斉に森の中に。おい、てめえ、さっき何かしやがったな。巨人を死守せよ。
森の西側に集結し、陣形を再展開。カラネスクに帰還せよ。やられたよ。なんて面だ。てめえ、そりゃ敵には全てを捨て去る覚悟があったということだ。まさか自分ごと巨人に食わせて情報を抹消すると。俺の班のところへ戻る。奴らそう遠くへ行ってなければいいな。待て、リヴァイ。ガスと刃を補充していく。時間が惜しい。十分足りると思うが、なぜだ。命令だ、従え。了解だ、エルヴィン。お前の判断を信じよう。エルヴィン、どうしてリヴァイに補給させたの？時間がないのに。以前君が言っていた推論を思い出したからだ。超大型巨人が消えた時、中身は立体機動装置をあらかじめ装備していたから、蒸気に紛れて素早く逃げられた。今回も同じことが言えると思わないか。女型の中身が我々と同じ装備をまとい、兵士に紛れ込んでいたら。リヴァイ兵長、いや違う、誰だ。グンタさん、止まるな、進め。エレンを守れ。メラタの中身が、それとも複数いるのか。ヤクモ、かかってこい。差し違えてでも倒す。やはりか、来るぞ女型の巨人だ。
ライバーが通らねえ。俺が選択を間違えたから、みんな死んだ。こいつを、こいつを殺す。エレン、行かないで。追いかけないと。追いかけて、あの女を殺して、エレンを。待て、落ち着け。一旦離れろ。この距離を保ったまま奴を追うぞ。うなじごとかじり取られていたようだが、エレンは死んだのか。生きてます。目標には知性があるようですが、その目的はエレンを連れ去ることです。殺したいのなら潰すはず。目標はわざわざ口に含んで逃げています。だといいな。
目的を一つに絞るぞ。まず女型を仕留めることは諦める。皮膚を硬化させる能力がある以上は無理だ。エレンが生きていることに全ての望みをかけ、奴が森を抜ける前に救い出す。俺が奴を削る。お前は奴の注意を引け。了解。やるぞ。救援要請、無視はできない。奴らを倒す。ミカさん、お前は目型を追って足止めしておけ。了解。逃がさない。俺の敵。なんでこうなるの。私このまま死ぬんじゃ。エルヴィンの判断通り補給しておいて正解だった。片付いた。次は手形だ。俺は今女型の巨人を追っている。邪魔な奴らを排除してくれ。わかりました。私頑張ります。多分無事だ。生きてる。もう奴には関わるな。撤退する。作戦の本質を見失うな。自分の欲求を満たすことの方が大事なのか。お前の大切な友人だろう。
エレン。ネガタ。逃した。なんで、みんな、一体、作戦は？失敗した。今は休んで。もうじき、壁に着くから。早朝から出てったと思ったら、もう帰ってきたのか。たく、こいつら何しに行ったんだよ。エレン、耐えて。兵長殿、娘が世話になってます。娘に見つかる前に話してることが。娘が手紙をよこしましてね。父親としてはですな、あいつもまだ若いし。エルヴィン団長、今回の遠征で犠牲に見合う収穫はあったんですか？死んだ兵士に悔いはないとお考えですか？今回の壁外遠征にかかった費用と損害による痛手は調査兵団の支持母体を失墜させるに十分であった。エルヴィンを含む責任者が王都に召集されると同時にエレンの引き渡しが決まった。兄、いや、もうすっかり憲兵団だね。アルミン、どうしてストヘスクに？兄、エレンを逃がすことに協力してくれないか？このままじゃエレンは殺される。ウォール・シーナ内の検問をくぐり抜けるにはどうしても憲兵団の力が必要なんだ。あんたさ、私がそんないい人に見えるの？いい人か。その言い方は、僕はあまり好きじゃないんだ。自分に都合のいい人をそう呼んでいるだけな気がするから。兄がこの話に乗ってくれなかったら、兄は僕にとって悪い人になるね。いいよ、乗った。行こう。この地下道は外扉の近くまで続いているんだ。なんだ兄、さっさと地下道の中へ来いよ。まさか暗くて狭いところが怖いとか言うなよ。いや、私は行かない。そっちは怖い。地上を行かないなら協力しない。何言ってんだてめえは。ふざけてんじゃねえ。まったく傷つくよ、アルミ。一体いつからあんたは私をそんな目で見るようになったの？兄、なんでマルコの立体起動装置を持ってたの？捕まえた二体の巨人が殺されて調べられた時、マルコと一緒に整備した僕には傷やへこみで分かった。あの二体の巨人は兄が殺したの。さあね。でも一ヶ月前にそう思っていたんなら、なんでその時に行動しなかったの？今だって信じられないよ。きっと何か見間違いだって思いたくて。兄、お前が間の悪いバカでクソつまんない冗談で適当に話を合わせてる可能性がまだあるから、とにかくこっちに来い。この地下に入るだけで証明できることがあるんだ。こっちに来て証明しろ。そっちには行けない。私は戦士になり損ねた。
もういい。これ以上聞いてられない。雲をもう一度ズタズタに削いでやる。女型の巨人。アルミ、私があんたのいい人でよかったね。ひとまずあんたは賭けに勝った。でも私が賭けたのはここからだから。巨人化される前に奴を捕まえるか。失敗したようだ。メガタの巨人を逃がすな。逃がせば調査兵だぞ。いや、人類の敗北だ。やはりメガタの巨人は兄だったんだな。あいつ、壁外に逃げるつもりなのか。俺が巨人になって止めなきゃならねえのに。いくらやっても巨人になれねえ。兄が巨人化で、作戦は次の段階に移行してる。ハンジさんたちは予定通り準備してるはずだ。兄はエレンを捕まえようとするだろう。戦わずにハンジさんたちのところへ誘導しよう。兄とは直接は戦わずに、うまくハンジさんのところへ誘導するんだ。くっつけてやる。何も変えることができない。作戦はどうなった？
ルヴィン団長から指示を受けてきた。ここからは俺も合流する。厳しい状況だが、なんとかするぞ。今だ。一斉に攻撃しろ。コニーか。エレン、女型の足を狙って動きを止めろ。そしたら俺が一発食らわせてやるから。エレン、まだ兄と戦うこと躊躇してるんじゃないの。分かっているでしょう。女型の巨人が兄だってこと。じゃあ戦わなくちゃダメでしょう。なんでお前ら戦えるんだよ。仕方ないでしょう。世界は残酷なんだから。いつかお前に頼むって言ったはずだよな。何も捨てることができない人には何も変えることはできない。そうだ、思い出せ。あいつが仲間を何人も殺したんだ。駆逐してやる。いや、殺す。仕方ないだ。世界は残酷なんだから。決着をつけて。
仕込みの格闘術を披露するときは生き生きとしてた。今のお前はどんな顔して戦ってんだ。もう分かんねえよ。壁を乗り越える気か。行かせない。兄、落ちて。無駄だ。ワイヤーでネットを作れ。これを縛って地下に運ぶ。作戦成功とは言えねえな。いや、我々調査兵団の首はつながった。おそらく首の皮一枚で。だといいがな。今度は我々が進撃する番だ。